どうも、皆さんこんにちは。こんばんは。ナッツです。今回は来年の1月に発売予定のフォースポークン。先日体験版が配信されて数時間プレイしてみたので、プレイしてみて個人的に良かった点と気になった点をざっくりご紹介します。フォースポークンがどんなゲームなのかっていうのは以前ご紹介しておりますので、よかったらそちらもご覧ください。それでは早速、良かった点からいきます。1つ目、設定が結構ユーザーに寄り添った感じで作られていて細かいです。 例えば受けるダメージ補正だったりスタミナの回復速度敵のダウン状態の時間とかもお好みに合わせて設定可能ですなのでアクション系のゲームが苦手っていう方も遊びやすいんじゃないでしょうか他にもアイテムの自動取得っていう便利な設定があったり宝箱とか扉を開ける時に発生するパズルをスキップできたりする機能もありますこういうのはね最初は楽しくても途中でちょっと面倒くさくなっちゃったりすることもあるのでそれをね設定一つで回避できるのは結構でかいと思います 結構細かくいろんな部分設定ができるので好みに寄せて遊べそうです続いて良かった点の2つ目魔法パルクールが結構楽しいです体験版をやる前から移動してるだけでも面白そうだなっていう印象はあったんですけど実際やってみて疾走感爽快感みたいなものがあってかなり楽しいですまあ魔法パルクールだけではなくて戦闘面とかにも若干癖があるので最初は違和感があるかもしれないんですけど個人的には移動してるだけでも結構楽しめました 続いて良かった点の3つ目操作が意外とシンプルで遊びやすく感じるところ例えば魔法100種類以上種類があるらしいんですが大きく分けるとサイラーの魔法とフレイの魔法っていう2つに分かれますその2種類は L1 と R1 を同情することで簡単に切り替えられますし切り替えた後は R2 で通常の攻撃魔法 R2 の長押しで強化攻撃魔法みたいなものができます L2 を押せば支援魔法も出せますので結構操作は簡単だと思います R2 を長押しして出せる強化攻撃魔法の種類は R1 を長押しして出てくるリングメニューから簡単に変更可能です支援魔法の切り替えも L1 を長押しして出てくるリングメニューから簡単に切り替えられますなので魔法の種類がすごい多いとはいえ手元がすごい忙しくなったりとか複雑な操作になったりとか基本的にそういうことはほとんどないと思います 操作がシンプルなので他のアクションゲームみたいに例えばこの技からこの技につなげてみたいなそういうのは少ないんですがこのゲームの場合は魔法連携っていうのがあります。 魔法パルクールを使いつつ攻撃したり特定の魔法に続けて攻撃することでちょっとモーションの違った攻撃が出たり魔法パルクールで敵の側面や背後を取って攻撃することでクリティカルが出やすくなってダメージを与えやすくなったりするので攻撃とかの操作自体は他と比べて結構シンプルなものにはなるんですけど戦闘が単調っていうことは全然ないと思うのでシンプル操作ながらもかなり楽しめると思いますでは良かった点4つ目ファストトラベルが超速いですほんと爆速 ちょっと実際に見ていきましょう。一瞬安定したと思ったら次の瞬間もファストトラベルが完了してます。何十時間とプレイしていく上でファストトラベルが早いのはかなりありがたいですよね。本当に一瞬なのでストレスフリーなファストトラベルだと思います。続いて良かった点5つ目、探索のしやすさと育成やり込み要素。 探索のしやすさで言うと、どこに何があるのか、例えばどこにチェストがあるとか、どこにチャレンジがあるとか、そういうのがマップを開けば大体全部わかります。あとはマーカーをつけて魔法パルクールで行けばかなり快適なので探索しやすいと思います。フィールド上にどこに何があるのかっていうのを見渡せる場所があるんですけど、もしかするとそこに一度行かないとマップに色々表示されないかもしれないんですが、それでもね、かなり便利なマップだと思います。 育成面だったりやり込み要素は例えば素材を使ってポーチを拡張したりいろいろなマントやネックレスなどの装備品の強化装備品の効果の付け替えとかもできますそれぞれ素材が必要になるので素材集めとかもやり込み要素になってくるんじゃないでしょうかマントとかネックレスは探索でチェストから手に入ったりもするので個人的には装備集め素材集め結構楽しめると思ってます 続いて良かった点6つ目例えばシステム面だったり戦闘面いろんな部分でそれぞれの項目結構細かくしっかりガイドがありますチュートリアルがかなりあっさりしてたんですけどこのガイドを見れば大体のことは分かりそうかなっていう感じですこのガイドを見て初めて知った便利機能もあったりしたのでこれは助かりますね慣れるまでは結構お世話になることが多そうです さあそれではここからはやっててちょっと気になったところ1つ目これは特にボス系の敵と戦った時に思ったことなんですけど敵の攻撃もちろん全部ではないんですけどちょっと分かりにくいものが多かった気がします。 なんて言うんですかねえそれって攻撃だったのっていうので結構がっつりダメージを受けることがあったりちょっと敵が死にしづらいっていうのもあるのかもしれないんですが攻撃ががかりりにくいいっていうのが多々ありましたね死にゲーとかである予備動作がほとんどない避けづらい攻撃とかとはまた違う感じなんですよね。 ま,あまずそれが1つで2つ目がこのゲーム結構複数の敵と同時に戦うことが多いんですけどそういった時にカメラ関係の問題なのかはわからないんですが視点とかなんですかね結構ごちゃごちゃして訳分からなくなったりします戦闘が結構スピーディーなので視認性がちょっと落ちたりとかごちゃごちゃしやすいんだとは思うんですけど設定で敵の強調表示をオンにしても敵が多い時は結構ごちゃごちゃしちゃって戦闘中周りの状況が分かりにくいっていう感じになることが多かったです では気になった点3つ目さっき良かった点として設定がかなり細かくて便利っていうお話をさせていただいたんですが体験版時点だとキーコンフィグがないですデフォの割り当てだと右スティック操作しながらこれちょっとやりにくいなっていうのが結構多いのでこのゲームはちょっとキーコンフィグ欲しいタイプなのかなと思いますまあ製品版で実装されている可能性もあるのであくまでも体験版時点ではっていう感じではあるんですけど個人的にはキーコンフィグがないのはちょっと気になりました はい。ということで、今回は来年の1月発売予定のフォースポークンの体験版をプレイしてみて、個人的に良かった点と気になった点をざっくりご紹介させていただきました。いかがでしたでしょうかよかったらチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。そして概要欄に Twitter もありますので、そちらのフォローもぜひお願いします。それではまた。バイバイ。